じゃあちょっとあのさっきのお話を踏まえて、はい、野本さんがこう、まあ、影響を受けたり、はいはい、好きな音楽っていうのをいろいろお伺いしたいんですけど、あ、はいはい、そうですね、なんかさっきの話の流れだとメゴってレーベル出てきたんですけど、まあ、オーナーのナピタって人がいるんですけど、まあ、それの CD がこれで電子音なんですけど、ほとんど音が鳴ってなくて何曲か入ってるんですけど、ほとんどプツプツいっててループしてるみたいな感じなんですけど、でもなんかノイズっていうんでもないし、なんかテクノみたいなんでもないし、なんかこういうのを聞き始めて、なんかなんだろうなっていうのがあって、それでなんかいろいろそういう人たちがどういうものを使ってるかとかを、まあ当時ちょうどインターネットが普通に一般にも普及し始めた頃で調べてって、なんかコンピューターでこういうことやってるっていうのがあって、割とこういう音楽、こういうものとか機材とかに興味持ったっていう感じですね。普通音テクノみたいに言われてますね。あんまり音、そうですね、そうですね。うん、あ、そうそう、そうそう、そうです。でもなんかリズムみたいなのがあるとか。あるみたいな。うん、そうですね。トレントワゼっていうなんかフランスのレベルかな。なんかそこも、はあはあ、ほとんど音入ってないみたいな。はあはあはあ、で、それでシリーズで出してて、はあはあ、ハードワークもなんか結構、綺麗な。ああ、はあはあ、なるほど、はあ。それも当時、当時。当時。はあ、90年代から2000年。割とじゃあ、なんだろうみたいな感じか。そう、そうですね。なんかそれまでも、まあ普通にエフェクツインとか、はい、スクエプシャーとか、そういうのとかも聞いてたんですけど、なんか別になんかそういうのは、なんだろうな、なんかすごいかっこいいなとか思うんですけど、まあ、なんだろうっていう感じには思わないというか、うん、なんかもうそう、それはそれがすごいかっこいいと思うんですけど、なんかこの辺のやつとかを聞いてて、どういう風にやってるのかとか、これをなんかちょっとやってみたいじゃないけど、まあ、謎を究明したいじゃないですけど、なんか自分でやろうかな、なんかやってみたいなっていうのは、なんかこの辺がなんかきっかけになってたのかなっていう風なのは思います、ね。そこからそういうとこを広げていった感じ。そうですね、はい、うん、そうですね。したらなんかみんなコンピューターでやってたりとか。例えば他にはどういう、他はそうですね、そのぐらいの時期の流れだと、大手化って聞こえるんですけど、まあ、これもだいぶベタベタなんですけど、まあ、割と似たような感じで、まあ、ワープとかからレベルから、さっき言ったエフェクツインとか、そういう、まあ、ちょっと変わったテクノとかの流れなんですけど、曲とか音の作り方とかが、アルバムごとにだいぶ違うし、まあ、どういう風に作ってるのか、なんか、エフェクツインとか、なんとなくこうだろうなっていうのがあるんだけど、なんかわからないなっていうのがあって、それなんかあとインタビューとかで、まあ、見てると、やっぱコンピューターとかで。確実に打ち込んで明確に曲を作るっていうよりは、ランダムみたいなとかも入れて、曲の骨格はあるんだけど、なんか毎回鳴り方が違うとか、まあ、ある意味、現代音楽っぽいのをテクノの要素に取り入れたとかっていう感じのやつで、このアルバムが割と2000年ぐらいに出たんですけど、それまでは割とヒップホップっぽいところの要素が見えたりとかあったんだけど、これはなんかもうどこだかよくわからないみたいな感じのやつで、これもなんかすごい面白かったなっていう。マックスでしたね、マックスで。そうですね、マックス。当時、なんか、はい、そうですね、マックス、マックスですね。すね、マックスですね。生成ソフト。じゃあさっき、話してた、自動生成。AI 的なものに先駆けて、そういうのが。なんですかね、まあ、AI ってほど賢くはないんだけど、今だとまたちょっと違うんですけど、まだ当時はなんかもうちょっとルールがあって、そのルールでどっちを選ぶかとか、でもコード進行ってある程度決まりってあるじゃないですか。でも例えばルートから始まってなんかサブドミナントいくとかドミナントいくとか、その分岐ってあるじゃないですか。だから そういう分岐とかを確立で決ませてるとか、あとメロディーもドレミとかって、まあ、それをドミレとかドレミにするとか、そういう確立があったりとか、じゃあドレミってきたらその後に何がするとか、そういう確率をなんかプログラムで決めていくみたいなっていう作り方とかを、まあ多分大手化はどこまでやってるかわかんないですけど、そういう作り方をしてるってなんかインタビューとかでもなんか言ってて、それって普通の打ち込みとはなんか近くて面白そうだなっていう。ランダムですよね。そうですね、ランダムです。そうですね。真剣さ。うん、そうですね。それ結構、このモジュラーシンセも割とそのランダムっぽいようなところいっぱい入れてて、毎回、まあ似たような感じの音が出るんですけど、鳴るたびに一応毎回なんか違う風なリズムが出たりとか、音色が出たりとかしてるっていう。大手かランダムだけど、アンサンブルって面白いですよね、なんか。うん、そうですね。うん。大手かは多分、やっぱセンスがものすごい良くて、まあそう、ちゃんとそういうところに落とし込もうっていうのは、まあ、なんかすごいなっていうふうには思います。今でもなんか、かっこいいって作ってるし。IDM とか言って、まあそうですね。当時盛り上がってたり。そうですね。うん、明らかにそうですね。メゴなんかもその流れ、うん、まあ、その流れの中にはいた。ちょっと外れてるけど。なんか、違う支流っていうか、うん、まあ、うん、お隣さんみたいな。そう、お隣さんだし、だから彼らはあと仲良かったし。うん。シンパシーはあったのかもしれないですね。根本が違うけど。そうですね、うん、最終的な出た音でシンパシーが出てたような感じなのかな、うん、多分そうですね、うん、あとやっぱりなんか逸脱しようとした人たちが仲良くなるみたいな、それでメゴのアーティストなんかファーマーズマニュアルって言うんですけど、確かそのファーマーズマニュアルとかがマックスで作ったパッチ
とかを大手化とかと交換したりとか情報交換するとか、なんかそういうなんかコミュニティじゃないけどのあとかね。あとはあのゲスコムってのが、まあ、大手化とか、とか、あとラスルハゼルでその辺の人たち絡んでてやってたりとかもしてたから、まあ、割とみんな多分近かったんじゃないかなというふうには思います。今そこにあるのは多岐にあたる他に、はい、結構違う感じでも、いやでも割と、まあ、似てるっちゃ似てます。今話してたことが結構なんかルーツにあってそこから広がってくる。まあ、でもそうですね、うん、今やってることのベースだと、はい、この辺が、うん、一番多分影響受けたというかこのベースになってるのかなというふうに思います。例えば、はい、そこにあるあと、あとはですね、うん、そう今言ってたラスラハゼルっていうあとあのヘッカーっていう人がいて、これもメゴなんですけど、これはですね、あのクセナキスがなんかユーピックってこうやってなんか絵を描いて音を鳴らすってやつがあって、なんかそれをこの2人でやってるってやつがあって、これもすごい面白い音源ですよね。なんかソフトに夢があった時代ですよね。そうですね。なんかそうだから、確かにそうですね。それでもうこれソフトでみんな作る感じになるのかなと思ったら、まあこうゆりかしでこうハードに来て、でまた持つのでまたすぐ。あ、そうそうですね。そう何やかんややっぱそう軽いから。そう軽いからだ。そう軽いからと。そうあとやっぱソフトってやっぱ何が夢はあると自由度はあまりにも高いし、大手化も MPC 使ってる時期とかもあったみたいですもんね。そういう、ああそうですね、なんか一時ハードになってた時期 MPC に行ったりとか、そうですね、あったっすね、うん、なんか欧州系、はい、ヨーロッパの人たちがそういうの多い。そうですね、アメリカは確かにあんまりない気がする。なんか理由みたいなのあるんですか。理由わからないな。でもいなくはないんですよね、アメリカの人。アメリカもいなくはないです。うん、いなくはない。いなくはなくて。うん、何がいいかな。なんか、すごいガツンときたなみたいな。なんか参考にしてるとか。はいはいはい。そうですね。シンセっていう意味だと、このヤントミタ。あー。ヤントミタは、はい、もう、まあ、モジュラー、まあ、多分みんな知ってると思うんですけど、モジュラーシンセ使ってて、ほんで、まあ、これは、グランドマスターフラッシュが。の中脳波取ってそれを今言ってたマックス通して多分シンセ鳴らすとかなんかそんな感じなんですけど、やっぱなんかモジュラーシンセの音楽がすごい好きとかっていうのはなかったんですけど、なんか面白い人たちがモジュラーシンセ使っててやってみても面白いんじゃないかなと思って、でなんかそれがモジュラーシンセをなんか使い始めたきっかけです。結果としてみたいな。あ、そうですね。まああとこれは湯田川崎さんって人ですけど、ああ、はい、彼もローランドのシステム 100M ってモジュラーシンセ使ってて、な今なんかコンピューターも使ってるんですけど、当時なんかそれをなんだろうな、まあ、まともに使うときもあるんですけど、むしろなんか基盤開けてシンセの中身を鳴らすみたいな感じのことをやったりとかしてて、だからそこらもすごい面白くて、まあ、こういう人たちがモジュラーシンセでなんか面白いことやってるから、まあ、モジュラーシンセでなんか買ってみてもなんか面白いのかなっていうふうに思って、なんかモジュラーシンセ買った感じです。あとはそうですね、なんかメゴとか日本人とかだとあのこの戸根康直さんっていう人がいるんですけど、そう戸根さんってあのフロクサスとかの人で、そうでもなんかもう作り方が割と、なんだろうな、もっとエラーっぽいというか、でこれは万葉集のデータをなんか CD に書き込んで、でそれを CD に傷つけて流すっていうことをして、確かそんなようなことをしてて、CD でなんか飛ばすってやつだと、なんか今の流れだとオーバルって人がいたんですけど、なんかそれよりもなんか前にやってて、でなんかそれのやり方が なんだろうな、なんかかなりパンキッシュなやり方で、それライブを見たんですけど、なんか本当ただ CD が飛びまくってみたいな感じのライブで、この人はやっぱあのすごいなっていう。オーバルがね、マジックでかっかっ。そうそう。みんな、あ、でも高いっすなって言って、高い。高いっていうか、まあ、CD に、あ、CD に、そうそう。盤面にマジックかかって。ね、そうそうそう、でもなっつってそんないい音出るのかなそうですよね、マジックで書いちゃった。あと物理的に飛ばすとか。あ、そう、物理的に飛ばすそう、物理的に飛ばして、うん、オーバルはでもその後普通に、まあ、コンピューターに行ってって感じで。あ、それ、トネさんもコンピューターとかも使ってるんですけど、本当そう、オーバルよりも全く整理されてない感じで、自分が見たライブはそれ、CD デッキ2台並べて、で、なんか上と下に入ってると思うんですけど、そう、本当それをただ入れて、こうって叩くと、ポッて飛んだりとかするじゃないですか。だから本当それだけでライブやってて、その音がでもすごいクールでかっこよくて、だからそういうのも、まあ、ノイズじゃないんですよね。その電子音の、クリスチャン・マーレ。あ、まあそうですね、クリスチャン・マーレもそうですね、クリスチャン・マーレもいいですね。 あの人ターンテーブルですよね。そうそう、なんかこの辺の同時代的な日本の人たちってもっとなんか静かなやつに行きますよね、なんか。はい、なんかそんな感じはありました、印象としてはそんな感じはありました。そうですね、多分
押し丸さんとか、あのオフサイド、オフサイドとか、ローテクなイメージがありますね。オフサイドが多分同時代にあって、はい、どん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 音がなくなっていくっていう。サチコ M とか、ああそうですね。ああいう、ミニマルを極めすぎて、なんてない。達人的な。そうそうですね。そうそう。まあでも時代的にこうな、いつでもこう静かになったらまたマルさんになったり、ミニマルになったり、多様な感じになったりとか。CD 買って聞いて、ってなってる。さあどうしようか今からみたいな感じで。ちょっとやっぱりコンセプチュアルな要素っていうわけでもなくて、そうですね、なんか多分好んでるところは、結果コンセプチュアルじゃないところを好んでるんだ気が、個人的に自分はしてて、なんかコンセプチュアルなのかもしれないんですけど、普通になんかここら辺の人たちってなんか結果出た音がすごいかっこいいし、音楽的にもなんかすごいかっこいいから、ここら辺の人たちは聴いてる。たどっていった先はたまたまコンセプチュアルだったみたいなところがあるんですね。多分そう、なんか割とコンセプチュアルだけの人というか、なんかそういう人たちはそんなに、割と肉体的な方も重視するっていうか、肉体的っていうか何なの、その直感的な、ね、そうですね、面白い音楽になってる、まあ、さっきメゴって話してたんですけど、そのメゴからこのイボルって人がいて、この時は割と何なのカッパップっぽいというか、すごい、まあ、当時のあのグリッチーななんか感じのことをやってた人が、まあ、いたんですよ。それがイボルって言うんですけど、まあ、その人イボルはずっとやり続けてて、まあ、これちょっと前のやつなんですけど、まあ、こういうのとかも出てて、で今この人たちやってるのがレイブの音 の, あのフーバーとか、あとアシッドベースとか、あとなんか909の音とか、もうそういうものにものすごい特化した音を作ってて、まあ、ノイズっぽいというかそういうとこから出てあのやってた人なんですけど、そこのなんかシンセサイズの部分をもうすごい極端にやってるっていう感じで、めちゃくちゃいろいろ音源も出てて、まあ、ワードキャンプとかめちゃくちゃあるんですけど、この人たちはそのシンセシスの面白さみたいなのとかをなんか極端にやってて、すごい面白い、この音源とかも結構パッと聞くとすごくて、本当あの TV303 のあのブーンブーンってあるじゃないですか、あの音が延々とずっと入って、もう表も裏も ずっと入ってるんですよ。そういう音源をなんかひたすら作ってて、いいですね。そしたらこの流れだと、あこの辺かな。ですね、これちょっと前に出た音源なんですけど、あのマークフェルって人がいて、あ昔 SND っていうユニットやってて、でマークフェル基本的にはコンピューターでやってて、自動生成って話が出てきたんですけど、パターンとかを自動的に生成したりとか、シンセの音色のパターンとか、なんかそういうのも自動的に生成するような感じでやってる人 でこの人もなんか割とアルバムによって音色的には808の音とか909の発の音とか DX7 の音とか、なそういうものだけで作ってるんですけど、全然古い昔っぽいような結果になってなくて、なんかむしろなんか新しいダンスミュージックができてるっていうような、まあ、それも何だろうな、単純なフォーマットにとらわれてないというか、なんかこのリズムを屈折してるし、そうでもなんかキャッチな感じだったりとか、なんか踊れるような感じとかっていうのをやってる人で、それがマークフェルっていう人で、であとこれはそのマークフェルって人と、あとダバラーザールって人がいて、どっかっけ、あ、ブダペストで活動してるアーティストなんですけど、この頃までなんか何枚かアルバム出てるんですけど、この人もなんか割とイボルに通じるのがあって、シンセの方式でなんかアディティブシンセシスっていうのがあるんですけど、まあシンセサイザーって倍音があって、そう削ってったりして、原産ですね、原産して、でそこになんかフィルターで強調するとか強調させてみたいな感じでシンセするんですけど、アディティブシンセスってなんかむしろなんかサイン波をいっぱい足していくみたいな方なんですよ。で確かこの人が使ってるシンセがあのレーザーってシンセがあって、でそれがアディティブシンセシスってやつで、要はなんか倍音って、まあ、ある意味サインがいっぱい足されてるものなんですよ。でそれをなんか区形波だとあのいっぱい倍音が出るっていうのを、だからそれをむしろサイン波で実際やるっていう、でそうするとそのサイン波の微妙なズレとかみたいなやつを元々の検算申請よりもすごいコントロールできるようになってて、そうすると今まで聞いたことないような FM 申請でもないし、なんか原産申請もないしとか、なんかそんなような音がいっぱいなってて、いわゆるドラムの音とかハイハットの音とかないんだけど、そういう音だけでなんかいっぱいリズムを作るような音源出してて、それとあのマークフェルのコラボレーションってやつで、これ 4,5 年前に出たんですけど、これはめちゃくちゃかっこいいですよね。ナイジェナイジェフェルスとか上げてましたけど、ああそうですね、ゴムとかそこら辺も好き、はいはいはい、一応持ってきたんですけど、でこれで、まあ、ちょうど繋がるんですけど、さっき言ってたガバラアザールって人が使ってるシンセがレーザーってシンセがあるんですけど、でもエレスミス
って人があのデザインしてるんですね、そのシンセを。でそれとそのあのニニニテープ、そうアフリカでそう最近がダンスですね、ダンスミュージックを、分かる分かる、はいはい、そうそうそう、そう結構最近これ結構 DJ 使ってる人いるんですけど、めちゃくちゃ早いんですけど、そこにシストと J ミッタって人が割とそのレーベルの中心人物というかオーナーというよりはよく出てる出してる人なんですけど、だからそこにエラースミスってもともとさっきなんか話してたような、なんかイボルとかマークヘルとか、なんかああいうようなところで活動してた人がなんか一緒にやってて、あとこのモダンインスティチュートっていう、まあ、この人もまあどっちかというとエラースミスとかそういうような感じの、まあ、電子音で、で割とレイブでもないですけど、なんかそういうような感じの音を作ってるような人たちなんですけど、それが一緒にコラボをしてるってやつで、まあ、この人たちがここになんか近寄ってったっていうのがすごい面白いし、音楽聴いても本当にものすごい面白い、なんかすごい速くてすごい変な音色もあるんだけど、実験的なんだけどなんかすごいなんかハッピーな感じというか、うん、なんかそんな感じで、これはすごい面白いですね。そうですね、さっきっマークヘルって言ったんですけど、はい、マークヘルがリミックスしたアルバム出たんだけど、まあ、これはそれとは違うんだけど、ソテって人がいて、でこれなんかイランの人なんですよ。イランの電子音のアーティストで結構昔から活動してて、多分2000年ぐらいとかにワープからなんかドラムンベースの音源出したりとか、あとはサブロサとかからちょっと別名義で現代音楽みたいなことを出したりとかしてたんですけど、多分ずっとやってたと思うんですけど、なんか自分はあんま聞いてなくて、なんかここ3、4年ぐらいでなんかちょっとずっとアルバム出てて、そんでここ最近出たやつがすごい良くて、これ去年出たやつなんですけど、なんつったらいいんだろうな、なんか現代音楽でも全然ないんだけど、ポップでもないんだけど現代音楽でもなくて、だけどその曲がものすごい綺麗で音色もすごい面白い、なんかすげえ説明が下手なんですけど聞けばでもなんかわかるかなと思うんだけど、このソテもすごくおすすめです。イランって結構すごいところかな。そうですね、結構そういうシーンがある。いや、そんな詳しく調べてないですけど、多分そんななくて、でもなんかこのソテって人がレーベルをなんかやってるみたいで、そうで多分現地のアーティストとかを、若いアーティストとかを積極的に出そうとしてるみたいな感じで、それでそのレベルとかを見ると、あ、まあまあそこそこいる人がいるっていう感じだから、まあなんか全然知らないけどなくはないのかなっていう。これはソフトで、これ自体は分かんないんですけど、他のやつはエイブルトンとかで作ってるっぽいなっていうのもあったのと、あとこれの1個前に出てたやつがあって、それがなんかイランの弦楽器とかアコースティック楽器と、あとモジュラーシンセで作ってるってアルバムあって、それもすごいいいんですけど、だから割となんか作品によって使い分けてるし、あと音楽もこれすごい綺麗なやつなんですけど、何枚か前に出てたやつはめちゃくちゃ暴力的な、なんかそう、うん、本当、まあ、アシュトの極みみたいな、アシュトの音色の極みみたいなやつ出したりとかしてるから、結構音楽性も幅広くて、そう、想定はすごい面白いですね。あとは、まあ、じゃあこれ、まあ、上にあるんで、あんまり今までの話とは関わってないんですけど、エンプティーセットってユニットがいて、多分、割と有名だから分かるかなと思うけど、だからもともと、まあ、二人組で、一応ビートとかもあるんだけど、ほとんどビートとフィードバックだけでなんか音を作っていくみたいな感じで、なんかフィードバックだとなんかドローンっぽくなったりするんですけど、なんだろうな、まあ、ドローンっぽい作品とかもあるんですけど、なんかそのフィードバックのコントロールとかをものすごくうまくやってて、結果なんか新しいインダストリアルな音楽みたいな感じになってる。でどういうタイプのコントロールなの？コントロール、あ、プチプチしてるの？いや、全然プチプチしてなくて、じゃない、フィードバック自然な感じではありつつも、あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、で多分あの機材とかを見てると EQ とコンプ何台もとか、あ、そんでそこになんかサイン波とか入れて、それをなんかひたすら回して、あ、なんか増幅させたり、なんかサイドチェーンとかでボコってやって下がるけど、またこうやって出てくるとか、なんかそういう感じで、もともとなんかそういう感じでやってたんですけど、これ 3D ジョッキーから出てるんですよ。あ、そう、3D ジョッキーから出てて、それでこれが、もともとそういうことやってすごいかっこよかったんですけど、これ、一昨年ぐらいに出たんだけど、なんかこれが、その、そういう、なんか自分たちがやってる演奏のデータとか、音とか、録音とかも多分撮ってると思うんですけど、それをそのまま出すんじゃなくて、それを全部機械学習させて、その、コンピューターにむしろ生成させた音を出して、らしくて、なんか本当今まで聞いたことないような音色とかがものすごいいっぱい入ってて、そうだけどでも彼らの音楽だなっていう風になるんで、エンプティセット全般的にはかっこいいんですけど、これは聞くと結構面白いんじゃないかな。スリージョッキって面白いですね。そうそうそう、スリージョッキ面白い。結構日本で固定観念が変についてるけど、確かに結構ラディカルなレーベルっていうか、トータスですよね。おしゃれレーベルみたいになっちゃったけど、考えビシビシにやってるレーベルではあるっていうか、トランジャンとかね、うん、あ、トランズム、そうですね、うん、
割とここ何年かそういう割とダークなやつとか、そのスラッチスラッチっぽいようなメタルっぽいようなバンドもこう出てるらしくて、ジョー・マケタイヤはもう変わってないですか。多分そうなんじゃないですかね。そんな気はするんですね。必ずあのどう作ってるかとかそういう分析がやっぱりそういう視点がやっぱりあるんだ。そういう話しかもちろんできない。そのやっぱそのバンドね、僕らがあれしてるバンドサウンドと見方がやっぱね、うん、ちょっと違うっていうか、構成をどうしてるのかっていうのを探るのが楽しいみたいなとこもあるんですよ。ああはい、あまあそれもあるですね。ある意味あれですよね、その曲作りの構成とかってことですよね。あっていうかまあ音の作りの音色とか、あ音色、音色をどういうふうになってるのかなって聞くのはすごい楽しいですね。俺、とか聞いててもこのソフトは何だとかそういう方向に絶対に頭がいかないから。それはでもそのアーティスト自身が情報出しをしてるんですか。あそうですね、あそうなんです、うん、多分情報出してるものしか多分話せてないような感じ。まあでも分かんないでしょ、音源だけ聞いてる。そう、それは分かんないです、うん、あそういうことか、はい、そう、うん、情報は出してるですね、うんうん、そこの情報に多分注目しない。それかそういうなんかマナーじゃないけど、うん、みんな結構使用機材とか、あいやそんなことない、うん、いやでも基本的にはやっぱ一番初めにはかっこいいなっていうのがあって、でそうするとじゃあ何使ってんだ、どういう風に作ってんだろうとか、でなまあインターネットとか調べるとインタビューとかあったりとかするから、それで、あこんな感じなんだっていう風な感じとかね。トータスセカンド魚のやつ、あはいはいはい、あれもすっげえかっこよくて、なんだろうと思ったら、なんかそのプロトゥールス使ってるんで、あはいはいはい、そういうの分かってるとかして、プロトゥールスってなんだっていうか、それで調べて、そうですよね、うん、しかもあの時ってみんな知らないから、そうしかもバンドでやってる人っていないから、何これみたいな、うん、どんどん変わってくるね、うん、あれそうですね、あれ面白かったですね、うん、